まあ、ライバーっていうね名前になったらしいけど、事務所に入るといいことしかないからみんな入るんだよね。これこれさんの個人放送への制限はできませんと、はい、うちの事務所の会長が追放されました。事務所からこれは奴隷契約です。これこれって名前の権利はライバーになる。もう全部これこれさんの権利が取られる可能性もある。ライバーなんで僕まあ、ライバーっていうね名前になったらしいけども、ライバーっていうのはね意味はあの生放送とかやってる人のことをライバーって言うんだよ。うん、これ結構まあ最近の言葉かな。うん、こうなんていうの、生放送やってる人って配信者とか生放送主とか、まあ、生放送者とかね。うん、まあ例えばツイキャスってところで配信してる人たちはキャス主とか言われてるんだけど、まあでもそういうのひ全部ひっくるめて、まあ、結局ライバーっていうの、ストリーマーっていう あのあれもあるよ、ストリーマーっていう。で負けてる人のことはルーザーだから、うん、I'm a loser どうせだったら遠吠えだっていいだろう。やっぱ事務所に入ればね、あのよくね、あのなんで事務所に入るのっていう人いるじゃん。やっぱ事務所に入るといいことしかないからみんな入るんだよね。うん、事務所に入らないとね YouTuber って全員漏れなくニートなんで本当に無職なんで、無職、どんだけネットで人気でも無職なんで、事務所に入ることによってなんかちゃんとした形になるみたいな。うん、で俺は別にね無職のままでいいんだけど、あの事務所に入れないと家も借りれないからねいやマジでマジで、だから入ったっていう、家を借りるためだけに入った。ウーム入ったら好きなこと、いやできないできないできない、マジでできないからね、もう相当厳しいよ。一回ウームの YouTuber とコラボしたことあるんだ、実は俺。まだ俺がね、YouTube 始めて、そんな日が経ってない頃。モルさんっていう、マホトの弟の YouTuber がいるんだけど、その人とコラボした時に、たかがコラボするだけで、ウームの事務所に、誰々と何時にどこでコラボして、どんな内容で動画を撮るかっていうのをいちいち報告しないと、コラボすらできないんだってね。その時はモルさんがそう言ってた。でめちゃくちゃ厳しいで、例えばウームに入ってるのにバズに入ってる人とはなかなかやっぱコラボできないんだって。まあ例外はあるよ、例外は有名同士とかね、めっちゃ有名同士とかだったらまあ例外あるんやけど、基本的にはあの勝手にコラボは絶対にできない。うん、いちいちだからね報告しなきゃいけない、めんどくさって思って。その点ね皆さん、僕が入ってるねライバーは何を言ってもいいんだよ何を言ってもいいからね、マジで。俺の入ってる事務所で、しかも報告なんかしなくていい、マジで報告なんか一切しないから、何もしないから、あとシカトしてもいいまああとね、でもただやっぱり、まあ、ウームとね違って、まあもちろん力がないからっていうのはあるけども、 YouTuber ってね結構ね仕事を選べないんだよ。なんかこれやってくださいって言われたらやらなきゃいけないっていう仕事が絶対あんのよ。うん、でもねこのライバーはね、やりたくない仕事はやらんでいいっていう、蹴れるから、うん、本当にいい、俺にぴったりだなと思ったよ。うん、マジで。でも社長がゴミなんだけどね、社長がゴミ、なんか食い倒れ人形みたいな顔してんね、社長が、うん、食い倒れ人形、いやマジでマジで食い倒れ人形の顔してるから、なんかねえあれだなって感じまあちょっとゴミは言い過ぎた、すみませんでしたそうそう、こんな感じ、こんな感じの顔してない、こんな感じ、うん、はい、しかも俺より年下だからね、ふざけやがって。言っていいのそんな、もう何言ってもいいから、うん、まあだからいいなって思ったけど、まあいいや、この事務所の話はどうでもいいんだよというか、どうでもよすぎるわ。はい、まあ、ちょっとね、今ウームと業務提携したってことで炎上みたいになってるじゃないですか。はい。で、まあとりあえず一旦僕が聞きたいのがですね、うん、まずライバー側のウームと提携するメリット、はい、はい、こちらをちょっとお願いします。まあ、ツイッターでも書いたんですけど、はい、まずデメリット皆さん、まあ、リプライとかで結構あるんですけど、まずメリットを言うと、言ってるんですけど、はい、ウームって、なんか、あんまりやりとりなかったじゃないですか、うちって。はい。
例えば、ウームのクリエイターとコラボみたいなのってあんまりなかったじゃないですか。はい。まあ、で、まあ、なんて言うんでしょう。これこれさんが配信で言ってた通り、うん、まあ、まあ、恨みじゃないですけど、過去にいろいろあったとか。まあ、過去にウームのクリエイターのね、そういう不祥事的なものは、言いましたよ。はい。で、うん、まあ、もちろんね、うん、確約はできないですけど、え、まあ、例えば、その時に提携をしていたら、はい。あの、まあ、話し合いができたりとか、例えばじゃあ今回で言うと、真琴さんがじゃあやらかしましたと、でその時に真琴さんと僕が話がすることができるみたいなやつですか？ただできるって確約できない、もちろん本人が決めることだとは思うんですけど、はい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 、はい、まあそれを、まあ、コンタクトが取れるっていうのが、まあ、非常にメリットかなと思ってると、はいはいはい、クリエイターにね連絡が取れる、はい、はい、あと、うん、まあウームさんって営業力すごいですよね、うん、まあ例えば、はい、任天堂の、認可会社だったりとか、まあ、ツイッター社ですとか、はいはい、はい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 、それってやっぱり、まあ、僕らも営業努力は頑張ってしてますし、幅が広がるってことですかね、じゃあ、はい、すごく幅が広がります。じゃあスプラトゥーン3に僕が出るかもしれないってことですか？なんでそういうのを提案することはできます、もちろん。提案することのハードルの高さっていうのはなかなかね、分かんないかもしれないですけど、ウームさんって本当にそこの点、本当にすごいんです、はいはいはい、まあそういうメリットがあると、はい、メリットですね。ちなみにウームのクリエイターと僕コラボできたりするんですか？大体選んでもらう、本人の意思が重要なんで、うんうん、まあ、これこれさんとコラボしたいっていうクリエイターがいたら、うん、もちろんお伝えできます。いや、それは分からないですけど、いや絶対おらんやろ、そんなことない、多分ガチャピンぐらいやろ。ガチャピン、いや、ガチャピンウームのクリエイターな、うん、いやなんか入っとるよ、なんか今見たら、はい、ガチャピンって なんで、あの、まあ、ちょっとこれは僕の理想論かもしれないけど、はい、基本的には、まあ、和平で間違ったことに間違うっていうこれこれさんのスタンスを維持しつつ、はいはい、基本的には仲良く、うん、ってことはつまりそのウームクリエイターがじゃあ例えば犯罪行為をしていたみたいな不祥事があった場合は、僕はもうそれは今後あの今まで通り取り上げてもいいってことですか？はい、それはもう提携前に再三確認していて、あ、はいはいはい、これこれさんの個人放送への制限、はいはい、はできませんと。できません、それは今後もですか？はい、もちろんです。未来永劫、はい、だそうです、皆さん。はい、うちの事務所の会長が追放されました、事務所から。で、僕は彼に頼んでたことがいっぱいあるんですけど、無職のニートです。何もできません、彼はもう、もはや。な、もう全てを失った無職ニートに僕は何も頼めません。どうしたらいいんだって、今まで頼んでたのに。いなくなりました。めっちゃ早くない？いや、もう賭博麻雀やってました。次の日、いなくなりました、みたいな。なんなのこれ。しかも、ちょっとよくわかんないんだけど、衝撃の事実があって、この元々株式会社ライバーって、株式会社テクサって名前だったんですよ。で、僕その時に入ったのね。で、契約書ってその時の名前で、なんか2年契約なんですよ。契約書で大体。で、ちょっと今僕の契約どうなってますかみたいな聞いたら、その、株式会社テックさんの時の契約書しかなかったみたいで、俺株式会社ライバーと契約しなかったみたいだね。今まで。なんか、契約書がないみたい。だからまあ別に何も契約とか何もしてなかったみたいな。おぉ、わかんないけど。自動更新なのか。いや、なんかとりあえず、なんか契約書がないみたいな。さっぱりわかんない。いや、まあ、フリー、いやもうよくわかんない。よくわかんないんですよ、この会社。本当に。まあでもなんか変にね、契約してたらね、縛りがあるからね、契約はしてないけど、ライバーのなんか事務所に所属してるみたいな体だったみたいな、実は所属ちゃんとしてないけど所属してるふりをしてたみたいな、よくわかんないけどね、俺もね、そこら辺はちゃんと、まあ、意味がわからんわ、もうさっぱり。まあ、とりあえず皆さん、飯田さんいなくなりました、これは奴隷契約ですよと。で、どういうことかっていうと、俺の SNS とか俺のこのこれこれって名前の権利はライバーにあると。最悪もしライバーがなんかどこかの会社に乗っ取られたりとかした場合、その上の人によっては、もう全部これこれさんの権利が取られる可能性もあるみたいな。弁護士に精査してもらったの。契約書の内容を。うん、最近ライバーやばいでしょ。だから、ちょっと怪しいんじゃないかってことで、契約書もちゃんと弁護士に調べてもらった感じ、そういう判断。どうなるかわかんないでしょ。だってその飯田さんが賭け麻雀でいなくなるなんて誰も想像しなかっただろうし、ねえ。青白王子に訴えられるってね、とんでもないことになってるとかも誰も予想つかなかったでしょ。中抜きが何だとかって。だから何があるか分かんないから、やっぱり、そんなことになりませんよって言葉じゃやっぱ安心できんや。
そう、だから新しいね、契約書を結べって言って、わかりましたってなってる。わかりましたってなって、これ結ばなかったらやばいよな。信用主義はね、ダメだよね、もうほんとね。もうそんな、大丈夫ですよ、なんて、もう言葉信用できないだろっていう。この今、ライバー。